おはようございます。現在朝の4時45分。眠たい。なんとかね、2時間ぐらい髪を取ってね、頑張ってやってまいりました。ということで本日の動画こちらございます。カメラ初心者さんでも誰でも簡単に真似できる動く被写体の撮り方完全攻略講座。わあ。ということで早速撮っていきましょう。はい、ということで本日もね、朝早く起きてやってまいりました。奈良にね、鹿の写真を撮りに来てみたんですけども、めちゃくちゃ寒い。寒い、もう寒い。いや、今年もねこの時期がやってまいりました。早朝のね、朝日も綺麗な日差しとともにね、鹿と紅葉をね絡めた写真をね撮りに来てまいりました。ということで今日はね、その鹿さんにねご協力いただきながら、動き物と動物とか鳥とか、まあ、人間赤さんとかね、何でもいい動いてるもののね撮り方のね完全攻略講座をねやっていきたいなと思います。ちょっともう寒すぎるから、ちょっとジャンパーもう一枚取りに帰っていいですか。寒い。今日はね、もうこの動画見ていただいたらね、とにかくもう動き物なんか難しいなと思ってる方は、完璧にね動いてる被写体のね撮り方をねマスターしていただけるかなと思います。もうすぐにね撮影でね活かしていってください。ということで早速鹿スポットまで行きましょう。ひぃ、あー、なんか悪いことしてる気分。ふぉー、いや、もう暗すぎて、なんか鹿急に出てきたらバリ怖いねんけど、この状況。今ちょうどね、朝の5時なので、日の出がね、6時半くらい。びっくりした。びっくりした。もうやめて。もうホラーやん。ホラーやん、それは。あ、ごめん。向こうの方がホラーやんな、こんなやつおったら。まだあと1時間半くらいね、ありますんで。それまでに、まあ、完璧なね、設定だけはね、終わらせていきたいなと思います。ということで、もう早速ね、設定していきましょう。この設定パートがね、一番おもんないけど、一番重要と言っても過言ではないです。なのでもうなるべくサクッと説明していきます。いつものゆうとびの設定完全公開しますんで、ぜひ皆さんに盗んでいってみてください。ということで、まずはオートフォーカスの設定です。オートフォーカスの設定、オートフォーカスコンティニュアスっていうね AFC ってやつを選んでください。で、これがね何かっていうと、基本的にはね皆さんいつもまあ AFS ってやつ、オートフォーカスシングルっていう四角いこの枠をどっかに合わせてピピって合わせてピシャって撮ってる方が多いと思うんですよ。で、そうじゃなくて、こうずっとねこの四角低い枠の中にあるものがこう動いてもそこにピントを合わせ続けてくれるっていうねモードがあるんですね。まあ動画とかも完全にね AFC ですね。全部ゆうとびがさ、こう動いてもさ、ずっとこう顔にピント合ってるじゃないですか。これがもういわゆるオートフォーカスコンティニュアス AFC です。動画はこれをね写真でもやります。これを写真でもやる。そうしてあげるとこうね、あの中でねこう動物がね動いてたとしてもずっとねピントをね合わせ続けてくれるんですよね、カメラが。そして続いてね、この瞳検出、瞳オートフォーカスはするにします。そしてこの検出する被写体っていうのをちゃんとその撮りたい被写体にね合わせてください。今回は鹿、動物を撮るんで動物優先にします。これね別にまあ人物とかに設定してても鹿のね瞳にピンと合うんですが、やっぱ精度はね、あのちゃんとその被写体ごとによってね設定しておいた方が高まります、精度。なんでね、これあの忘れがちでね、もうずっと人物でええやって思われがちなんですが、ちゃんとねこれはね合わせておきましょう。で、これねやっといたら便利なことなんですが、こういうねよく使うさ、なんか瞳 F のあの検出とかどこやったっけっていうやつ、メニューでねあの探してたらマジね1日くれるんで、このメニュー画面ね、カメラのメニュー画面めっちゃ難しいわ。なんでそういうねよく使うね設定項目っていうのはこういうマイメニューっていうところにねこうまとめられますんで、はじめ若干めんどくさいですがね、これまとめておいたらねその後便利なんで、ぜひやってみてください。そして続いていきましょう。続いて連写に設定します。連写はね絶対やっといた方がいいと思います。連写ということで、もうねとりあえず設定はそんだけです。設定はこんだけ。この後もね重要事項話していきたいなと思いますので、気中に対応出るまで待っていきましょう。おお、いった。お前 YouTube のことめっちゃ考えてるな。あ、全然考えてなかった。はい、ということで太陽がもうちょっとでね、こっちにもね日差しが入ってくる感じでございます。ほんでね、しかもねいい感じのところにね行ってくれました。ということでね、もう一旦ちょっとこの辺集中してね撮っていきたいなと思います。ちゃんと後ほど解説するんで、よくお許しください皆さん。急にまた人も増えたんで、ちょっと静かめに撮ってきます。急げ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 。
ところでこんな安尿写真になりまして、後撮りのゆうとびでございます。めちゃくちゃね、もうほんまに今日大当たり、マジでいいね、光が出てきてまいりまして、いい写真がね何枚か撮れました、この後。ということでまあね、この写真はさっきの設定でもう太陽をねど真ん中に置いて、鹿をね手前にど真ん中に置いて撮ったっていう感じなんですが、さっきの設定にするだけやったら、あのねこんなにまあ動いてる鹿をね綺麗に撮るのまだちょっと難しいので、ここからがですね撮影の設定編ですね。 F 値とか ISO とかその辺の設定、これのねあの裏技もございますので、それをねお伝えしていきたいなと思います。ところで次、はい、ということで次なんですけども、見てください。このね、この手前の木の曲線綺麗、紅葉綺麗。ほんで、そこのね、ちょうどこの右側の空いてる部分にね、鹿が来てくれましたんで、これももうちょっと撮らざるを得ない。ちょっと下にカメラ下げて、ちゃんとね、この動物の目線に合わせて撮っていきたいなと思います。こういう時ほんまバリアングルないとね、無理なんでね、バリアングル神ですね。もうそんな言ってる場合じゃない。撮ってきましょう。早く急げ、急げ、急げ。ということで、午前8時半のゆうとびです。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。ここからですね、露出とかの設定をねご説明していきたいなと思います。いつも通りまずはね設定していきます。とりあえず安定のモードからの露出補正を、ここちょっとポイント、若干ねマイナスに振ります。これも後でご説明します。そして F 値はもうね一番低くしちゃっていいと思います。そして ISO はオートにします。オートで今回動いてる被写体を撮るんですね。だからね一番注意しないとダメなのが被写体ブレなんですよ。被写体ブレなので、被写体ブレしないような設定をねとにかく意識して決めていくんですね。露出補正ちょっとマイナスに振ったんですが、これ逆にねめっちゃこうプラスに振ってしまうと、シャッタースピードをねこう遅くなってしまいがちなんですよ。写真をこう明るく写すためにパシャッじゃなくてパッシャンってシャッタースピードを遅くして写真光をね取り込もうとするんで、もうちょっとでもねシャッタースピードをね早く稼ぎたいので、ちょっとマイナスに振るんですね。でこの ISO をねオートにするっていう、これもね超肝なんですが、基本的にねどのカメラでもこの ISO 感度のね設定項目をね決めれるメニューがありますと。でそこでこれ見て、オートの低速限界っていうのをね決めれるんですね。これ例えばこれをですね8000分の1秒にしましょう。そうしてあげるとシャッタースピードがねこう8000分の1秒になるように、 ISO をねカメラがね自動で決めてくれるんですよ。これがね動いてる被写体撮るときにめっちゃ重要な設定です。 ISO 感度の低速限界ってやつ、なんかめちゃくちゃ難しい言葉やけど、まあ言い換えると手ぶれしないシャッタースピードで撮れるようにカメラが ISO を設定してくれますよモードですね。だ今回はね8000分の1秒ほど速くなくてもしか被写体ブレせず撮れるんで、もうねこの250分の1秒にしました、ゆうとび。なので250分の1秒よりも遅いスピードにはならないように ISO をねオートで決めてくれます。でこうオートって言ってもさ、25600とかまでね ISO 上がっちゃったらね、またそれザラザラになって元も子もないので、ISO のオートのね範囲も決めれます。だから上限値をねこう51200とかまで上げちゃうとここまで上がっちゃうので、まあ、今回はねもう3200まで上げておきました。これで F 値を 2.8 にした時に、勝手にねカメラが250分の1秒より速くなるようにね ISO をね決めてくれるんですよ。なんでもうこれでね変えるのはもう基本的にはこの F 値のみです。 F 値のみっていうか、もう F 値も変えへんからもう何も触りません。設定は初めに決めたらもうそれで終わり。ということでこんなそんな設定で撮っていきました。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、いやもう絶妙なところにね鹿が来てくれました。素晴らしい。よっさちゃんと朝起きてきてよかった。ということでこの後もねどんどんもう日がね昇ってきてね、いい感じの光になってきて、非常にもうほんまに集中できて楽しかったので、ぜひそのシーンもご覧ください。ということで次、はい、ということで次なんですけども、次はですねちょっとこれせっかくなんでさ、この辺の紅葉を前ボケに使いたい。この辺のね紅葉でちょっと額縁構図っぽい感じのものをね狙っていきたいなと思います。向こうにいる鹿がねこっちに歩いてきてくれたらいいんやけどな。とりあえずまあちょっとね構図をバチッとねこのカメラで定めた状態で、あとはその場所にね鹿が来るのを待っていきたいなと思います。待っていきましょう。はい、ということでもう焦って全然動画撮れてませんでしたが、こんな感じの写真になりまして、まあうまくねこの紅葉の黄色い部分で額縁構図っぽくできて、そのね空いてる部分にねしっかりとね背がこちらを歩いてくれる鹿を入れることができました。いや耐えた。
マジ耐えた。そしてね、後ろ見るもちゃんとさ、シケアの光の攻防が出てくれてるんでよかったですね。これほんまによかった今日。そしてまたここで動き物の写真の撮り方ポイントなんですが、写真を撮る時間帯めちゃくちゃ重要です。皆さん、動いてるものを撮るにはシャッタースピードをパシャってめっちゃ速くしないと被写体ブレしてしまうんですね。でシャッタースピードをね、速くパシャって撮れる時間帯って明るい時間帯なんですね。明るい時間帯だから夜とかにね、動いてるものを撮ろうとしたらめっちゃ難しい。であとは室内でもねめっちゃ難しいと思います。室内、赤ちゃんとか子供とか、まあ、ペットワンコとか猫ちゃんとか、その辺を撮るときに室内で撮ろうとすると真っ昼間でもね結構家の中って暗かったりするんですよ。だからこうできるだけこうなんかさ、窓際のカーテンの近くで撮ったりとか、そういうね工夫がね大事になってきます。とにかく明るい場所で撮る。なのでぜひ皆さんね、そう動いてるものを撮るってなった時に一回こう周りを見渡して、あ今明るい撮れるっていうタイミングでね撮ってみてはいかがでしょうか。ということで次、はい、ということで次なんですけども、こう皆さん見てください。これ手前のさ、これ見て、ただのさ、これこんな苔、めっちゃねこう結露してるね苔なんですが、これをねぼかしてあげるとめちゃくちゃ玉ぼけになるんですよ。これ見てください、やばないやばないやばない。なんでもこれはもう前傾として入れざるを得ん、映えでしかない映え。ということでここまた撮っていきましょう、急げー。はい、ということでこんな写真になりましたよ。これ見てめちゃくちゃさ、もう玉ぼけめっちゃ記念撮れた。よかった、もうこれ今日ほんまこの7200も大活躍、マジよかった。もうなんかね、やっと活躍したわこのレンズ。ほんでね、またこれ動き物の撮り方ポイントはなんですが、これねなんかまあ若干難しいところであるんですけども、構図からね先に決めた方がいいと思います。ユートビ的にはどういうことかというと、この写真撮ったのももう全然こうシカさんがね来る前から先にこのカメラをこの場所で構えて、紅葉のこの上のさ枝のこうなんか垂れてる感じのところとかもさ、もうカチッと決めて、もうここでねずっとねもう待っとったんですよ、もう何分か。でその場所にシカが来るのを待ってシャッターを押すっていうね、そんな流れです。だからよくありがちなのが、こうシカをずっと狙ってシワーイシカを、シカをねこう狙い続けて、シカを狙い続けて、あ今ちょうどいい構図になったパシャっていうね、そういう流れじゃなくて、先に構図の場所にこのカメラを置いて、そこにシカが来るのを待つ、シャッターを押すっていう流れで、びっくりした、やめて、ごめん、びっくりした、びっくりしたからやめて。そんな流れで、はい、撮ってみてはいかがでしょうか。ということでもうちょっとやめて、また帰ってチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで次、はい、ということで次なんですけども、皆さん鹿、あーどっか行きそうやな、ちょっと待って、そこにねちょうど光当たっててめっちゃ綺麗で、めちゃくちゃねこれ見てください、ここねめっちゃねこうやってねタバボケになるんですよ。またこれなので、これをあ撮りたい、ちょっと待って、撮りますあーこっち来た、あー近いお、ちょっと待って、あ、やめて、持ってないよ。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、まあこれがもう最後の写真です。もうちょっとな、もうちょっと玉ぼけ大きく入れれたりとか、この赤三字架自体にね太陽が当たってたりしたらねより良かったんですが、まあちょっと難しかったなこの場所は。まあでも背景もね若干こう玉ぼけになってるので、ギリ耐えですね、ギリオッケーショットかな。なかなかやっぱね動き物の被写体ってもう思うようにはいかないので難しいですが、その分ほんまにね面白いので、ぜひ皆さんも挑戦してみていかがでしょうか。ということで、もう撮るものないので終わりまーす。はい、ということで本日は動き物のね被写体の撮り方の講座をしてみたんですけども、皆さんいかがでしたでしょうか。いや、なかなかねやっぱもう初めはねなんか意味わからへん単語が並んで設定も難しかったりするのでね、ちょっとこうチャレンジしにくい方も多いとは思うんですが、一回ねまたそういう動き物の被写体を撮りに行く前にこの動画見ながらねカメラの設定だけ終わらせておいて、で現地着いたらもうシャッターを押すだけ状態にねしていっていただきますと幸いです。なかなかねほんまにもう言うとでも未だにね難しいなと思いながらね、こういう鹿とか野鳥の撮影はいつもしてるんですが、その分ほんまにもう集中してなんか試行錯誤して撮れた時のね写真の喜びはねすごいので、ぜひ皆さんも望遠レンズをねこちら散在していただいて撮影に行ってみてはいかがでしょうか。ということで、もう駐車場料金やばい、ダンボーラーなんかの野郎、さよなら。